はい、どうもこんにちは。ガルネスカチャツのシンデレラナインやっていきましょう。ということで、今日はですね、こちらのプリンセススカウト、UR の永井ちゃんがね、実装されたということで、まあちょっと引いていこうかなと思った次第です。はい。まあね、その、永井ちゃんね、これ見ると、まあ、もう能力の方はね、まあ、ほとんどの方が知ってるとは思うんですけど、まあね、シンデレラハーモニー等がね、超攻撃型の、選手となってますね。はい。でね、まあ、オペレーションコスト10回復っていうことで、まあ、実質強振を5で毎回打てるよっていう感じ。それで、しかも、調子をね、どんどん上がっていくタイプ。それだもんで、調子が普通確定なので、UR は。それだもんで、2回強振使えば、絶好調になって、で、その絶好調の時、3回目に強振を使えば、このスキルを発動させていくことができる感じ。自分の能力が、さらに上がるような感じ。それだもんで、めちゃくちゃ攻撃的ですね。はい。で、まあ、ファーストもできるよっていう感じ。で、中野ちゃんが、まあ、いるんで、メンバーリンクにいるんで、スキルリンクでね、いるんで、ハンター中野とか、あの辺をつければ、で、永井ちゃんのスキルは、確か、シェイプアップのやつをつけると、まあ、その例は2人のひまわりをつけると、多分、すべての能力値、ミートパワー、総力、守備が、全部究極上昇以上のね、振り幅があって、もうバランスのいい感じの選手になりますね。ただね、これ見てもらうと、総力、守備が低いので、その内野手に入れる場合は、必ず突らせないと、絶対発動できないですね。鉄壁ね。発動できないような感じなので、まあ、総力、守備が、まあ、低いんですけど、その代わりめちゃくちゃ攻撃的ですね。はい。というような感じで、まあ、この辺はいいでしょう。で、まあ、欲しいっちゃ欲しい。うん。まあ、僕、鉄壁の内野陣とか発動させているので、ちょっとね、これを入れちゃうと、その、1段階落ちちゃうんですけども、まあ、そうですね。まあ、守備を、その、捨てても、十分攻撃面ではね、だいぶ活躍できると思うし、で、あと、永井ちゃん好きなので、欲しいっていうの。ただね、そんながっつり引かない。守備能力値がね、守備と総力の能力値がもうちょっと高ければ、200連まで、天井までね、突っ込んでたんですけど、まあ、これぐらいだったらね、ちょっとね、まあ、欲しいっちゃ欲しいので引きますけど、まあ、50連だけ、引こうと思います。はい。まあ、50連で出ればね、いいんですけど、最近の UR はね、もう100連超えないと出ないというところがありますんで、まあね、運が良くないと出ないっす。はい。では、早速行きましょう。10連目。はい。さあ、何の演出もなしからのスタートですね。はい。10連目でございます。はい。演出は何もないですね。はい。永井ちゃんのシルエットが来れば、ちょっと期待ができるような感じですけど、こういう時に限ってね、シルエット全然見ることがないんですよね。でも永井ちゃんはそんなにね、なんかシルエットあんま見ないなっていう印象あるんですよね、僕のアカウントでは。はい。で、SR のココちゃんと。はい。で、中野ちゃんで、倉敷ちゃんで、坂上ちゃん。で、終わりかな？あ、まだあった。で、倉敷ちゃんで、泉田ちゃんで、はい、あかねちゃんで終わり。はい。で、10連目はまあ、なんもなかったということで、20連目行きましょう。まあ、50連すれば、まあ、SSR、まあ、ピックアップに限らず、SSR が1枚来れば、まあ、いい方なんじゃないのっていう感じ。夜で来る！はい。さあ、どうだ？はい。で、永井ちゃんか、ピックアップ外か、ともっち。ともっち臭い気もしますけど、まあ、20連でね、SSR 当てたっていうのはね、まあ、でかいんでね、いいでしょう。はい。で、泉田ちゃんで、はい。で、翼ちゃんかな？あ、違った。翼ちゃんじゃない。ココちゃん。はい、違うね。ココちゃんじゃない。はい。で、ココちゃん、ココちゃんで来て、ココちゃんじゃない。引っ張るね。で、竹富ちゃん、竹富ちゃんかな？あ、違う。引っ張るね。すげえな。はい。で、あー、ともっちかー。はい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 。まあ、20連でね、これピックアップかな。はい。ピックアップの、ともっち、いただきました。ありがとうございます。はい。背中が綺麗。はい。ありがとうございます。まあ、UR のともっちとかはね、持ってないので、まあ、そんな使う場面ないですけど、まあね、まあ、新キャラゲットできたよっていうことでね、一つ、そこは良かったと思います。はい。で、残り30連行きましょう。はい。残り30連。はい。
まあ相変わらず UR は出ませんけど、まあね、あれはね、もう100連超えてからがスタートなので、はい、50連なんかじゃ出ない、僕のアカウントでは。はい。出ないで、30連目でございます。はい。で、30連目は演出なしですね。演出なしでもね、ポロってくることがあるので、まあそこまでね、気を落とさなくてもいいんですが、まあ出てこないですよね。やっぱりトモッチでしたね。はい。まあね、トモッチとかそういう 1.75 の方はね、まあよく当たるんですけどね。うん。まあ相変わらずね、ちょっと出てこないよというような感じで、永井ちゃんのシレット今日一回も見てない。まあ永井ちゃんのシレットは確かにね、あんま見ないかな。はい。で、30連目が終わって何も出ないと。では、残り20連で、これ40連目でございます。はい、40連目です。はい。で、夕方で、終わり。夕方からの変化があるのかないのか。はい。変化はなしですね。夕方止まり。はい。まあね、SSR1 枚引けたんでね。まあいいでしょう。はい。まあね、収穫はあったなっていう感じ。まあ新キャラ1体引けたよっていう感じで。で、しのくもちゃん。はい。で、しのくもちゃんは、すり抜けんならしのくもちゃんで OK。で、一応ね、ピックアップ通りね、確率通りというか、まあ、ピックアップ選手は一応出てきてるんで、そういった、ピックアップ外の選手が出てくることがね、まあ、なかったんでね、まあ、いいんじゃないでしょうか。はい。で、小麦ちゃんで、鈴若ちゃんで終わりかな、まだあった。はい。で、翼ちゃんで終わり。はい。では、ラストね、40連が終わって何も出ずで、で、ラスト50連目いきましょう。はい。で、また夕方で終わりですね。はい、夕方終わり。はい。で、夕方からの、何もないです。はい。さあ、何も出なさそうですね。はい。で、あかねちゃんで、あおいちゃんで、ゆかりちゃんからの、いろはす。で、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんがめっちゃ出るね。はい。で、泉田ちゃん。で、新田ちゃん。で、しのくもちゃんの SR で、ゆかりちゃんがめっちゃ出る。で、小麦ちゃんで終わりかな。はい。で、50連目終わりまして、まあ何も出なかったですけど、こちらのね、ともっち、出てくれましたんで、ともっち、ともっちどこだ、はい、ともっち出てくれましたんで、まあいいでしょう。はい。なんか色気あるな。まあ温泉に浸かってるよというような感じ。まあ自身の能力がね、純粋にアップされるような、こういうですね。はい、使いどころは多分ないでしょう。セカンドなんでね、もうキリちゃんなんですよ、そのポジションは。風属性のセカンドっていうと。はい。だもんで、出番はまあないですね。はい。ないですけど、可愛いんで OK です。はい。それでは、今日は、長井ちゃん、UR 長井ちゃんの、ガチャ、50連引いてみたでした。バイバイ。